メールインス、ん？メールとかなんだリバースとかでは送らせていただいたんですけど、お家も家族もおばあちゃんおじいちゃんも無事で、まあいろいろ結構揺れたなっていう感じではあるんですけれども、すごい、あれ私あれ何倒れてんだろう。はい、私も無事で結構大きく揺れて、富山で観測してる最大の揺れを観測したみたいで結構驚きはしたんですけれど、何よりもうすぐにとにかく机の下に頭を入れようと、もうそれだけでしたね。一番にしたことはとりあえず、なので初めてこんなに長かったのとすごい揺れたのとで、ただこの後もまだまだ気をつけはしたりとかして、ヒカルンとも連絡は取って、そういろいろでも全然なんていうんだろう、元気だよ無事だよっていうのは連絡は取れたんで、はい、大変、そう大変ではあったかって感じです。でもこうこんなに本当に大きく揺れた地震を経験したのが本当に初って感じで、うん、もうびっくりでした。とにかくから始まりました。もちろんそう携帯もずっと鳴ってたので、もうなんかパパが全部なんて言うんですか、なんかやってくれて、私はもうとにかくこたつの下でずっと、揺れが収まってもこたつの下にいました。ずっと潜ってました。とりあえずずっと潜っとこうと、ずっと潜ってました。そう、なんかなのでとりあえず無事ですっていうかね、そう充電はいつもないと思われるんですけど、私が充電ないのってその iPhone これが昔の型で、そうなんて言うんだろう、バッテリーがもう全然弱々になっていたからだったので、今はもう最近は全然1日使っても全然余裕で充電あるぐらいなので、でもすぐに充電はもうなんかねどうなるかわからないから、このあと電気が使えないってなってしまうかもしれないと思ってすぐに携帯充電したりとかは一応して、今は全然無事なので、このあとももちろん気をつけはしつつって感じなんですけれども、びっくり、新年
や本当に大きくて長くて長い揺れっていう感じだったので、なんていうんだろう、本当に経験したことない地震すぎて、なんかどうしたらいいのかっていうのが全然分かんなかったんですけど、とりあえずもう私が小学校とか中学校とかでの何避難訓練で習ってきたのは、とりあえずまずは机の下に頭を隠すっていうことだったので、とりあえず机の下に頭を隠すっていうことだけをしました。ガスの元栓だったりお水貯めるとか、なんかその他もろもろは大きい揺れが収まってからパパがしてくれたので、富山は地震が少ないですね。大きい本当に大きい揺れっていうのが全然ないので、本当にないので、そうびっくりしました。観測史上初らしくて、そう石川というかそれこそ今回起こった能登は結構最近続いてるなっていうのはすごい思ってたから、一気にゴーンってここで来ちゃったっていう感じではあるんですけど、ちょっと一応テレビつけといていい？情報情報だけ収集しとくわ。そう15分というか15分経ってランキング読んだら今日は配信終わります。もともとその予定、本当はね大晦日だったから、大晦日じゃないや元日だったからおみくじのお話とかいろいろしようかなとも思ってたんですけど、大事をとってというか、あとはそれこそ能登は本当にもう5、6年前7年前ぐらいのお仕事で結構行かせていただいていた地域でもあるので、能登の何市とかっていうのを聞くと、あ聞いたことあるとこっていうか、ここ行ったなとか、こうイベントで行ったとこだとかっていうのがありますね。そうだからそう自粛してくださいとは配信自体は言われてないです。でも一応家族といた方が安心なので、はい、15分だけ。昨日のさ年越した分のさ
十何分の分、40分ぐらいの分をさ今日のここに当ててくれればいいのにさ、毎日アイドル。もともとおばあちゃん家に行く予定だったんですよ。そうだからもうちょうど夕方過ぎぐらいに、あの夜別に全然おばあちゃん家を帰ってきてから配信でもよかったいいなとは思ったんですけど、まあね、いつもの通りなんて言うんですか、保険配信で昼やろうかなと思ってたの、昼夕方ぐらいに。そうだから私がもしここで配信してる時に大揺れしてたらちょっとどうにもできなかったかも。え、どうしようみたいな、とりあえず配信切ってみたいな、どうしようみたいななってたから、そう、ちょうどやろうとはしてたけど眠くて寝起きでって感じだったので、なんかいつもだったら今日の配信はなんか毎日アイドルとしてはその日数は増えないけどこう継続にはなりますみたいな感じで、いつもだったらスタッフさんから連絡が来るんですけど今回来なくて、そうなんですよね、だからやばいかなと思って、せっかくね1700日っていうのもあったりとかしたし、そう来てたら私もいいかなとも思ってたんですけど、そう来てないからそれはちょっと困る、うん、やっぱり夕方のちょっとずつ暗くなってる時間帯に起こったっていうのは、うん、なんとも言えない、そう危ないよなとも思ったりとか、うん、してました。やっぱこういろんな映像を見てる限り本当なんか私は本当にもう家の中でこたつの中に入って、もうとりあえず豆と小麦だけ心配だったから豆と小麦だけをとりあえず見てたんですよ。そうだからどれくらい揺れてたのかっていうのがその物を見ての判断っていうよりも自分自身のこう揺れてるなっていう感覚でしか分からなかったんですけど、でもこう映像とかテレビで流れてる映像だったりとかを見てたらこんなにもこう物が落ちてきたりとか天井が落ちてきたりとかこうすごい新幹線の看板が揺れてたりとかしてたので、なんかもしもそれをこう間近でこう私見てたらめっちゃ怖かっただろうなと思って、うん、だからなんか地震起きた時揺れてるものを見ないのも大事だなと思いました、ね、もうなんか怖いびっくりしちゃうから、とりあえず豆と小麦だけは大丈夫かっていうので、もう私の位置からしか見れなかったので、ママもパパも全然もうなんていうんですか、もうこたつに入ったらもうそっから見えない位置にいたので、私しかもうこう見えなかったらもうずっととりあえず豆と小麦だけ見てはいたんですけど、15分ということで、もうとりあえず本当にまだ余震だったりとかはなんかちょいちょい、もうしばらくは今収まってるかなって感じなんですけど、まだでも1週間ぐらいは気をつけてくださいっていうのがこうなんていうんですか言われてるので、テレビから言われてるわけじゃないか、
なんていうんですか、大人というか上の方というか、何お偉い様から言われているので、まあ全然1週間だけじゃなくて普通にこれからもいつ何がいつどこで地震が起こるかとかがわからないので、私だけじゃなくて皆さんも本当気をつけて、なんか改めて自分のこうなんかここ危ないなとかっていうのも分かったし、もっとなんかこう高いところになんか物を置いたりとかっていうのも危ないなと思ったし、あのファンの方が作ってくださったあの総選挙109位のあれもそう倒れてたんですよ。で割れてなかったので大丈夫だったんですけど、なんかあれも割と上の方に置いてあったので、なんかそれもなんか次もしも会った時に割れたら怖いなと思ったので下に置こうって思って、下に置こうっていうか下の方に飾っとこうと思ってたりとか、そうなんかこうもっと危機管理しなきゃなっていうのを改めて思ったりとかしたので、で一応パパにもちゃんと防災バッグあるよねみたいなのもちゃんと聞いたりとかして、こうだからまあ本当に皆さんも今一度なんて言うんだ、あ、ひゆかとも連絡は取れて、ひゆか自身とは連絡は取れて、ひゆかのお家はどうかっていうのがちょっと分かんないんだけど、それはひゆかに聞いてって感じなんだけど、そうでもひゆか自身とは連絡がちゃんとついて、ひゆか自身は大丈夫そうなので、そうあれなんですけど、私もちゃんと大丈夫なので、そう皆さんも気をつけてくださいということで、私も気をつけます。それでは最後にランキングを読んで終わります。1位ネバーストップさん、2位くじの大吾さん、3位哲也さん、4位、鉄道のエイトさん、5位カズさん、6位、トラック野郎さん、7位岩潤さん、8位一条寺ひかるさん、9位ともゆきさん、10位マックミックさん、11位あきら852さん、12位つっちーさん、13位ロロさん、ありがとうございました。ちょっと今も余震が続いているので、それでは終わりにしたいと思います。ありがとうございました。おやすみなさい。今日の多分ピョンムービーもこのテンション感で撮るので、なんかもしもなんかいやもう掘り返さないでくれみたいな、もうあんま聞きたくないんだよみたいな感じの方だったら、本当開かないで普通にもうそっとじしてスルーしていただいてください。スルーしてください。それでは皆さんも気をつけてください。おやすみなさい。ありがとうございました、見に来てくださって。おやすみなさい。ありがとう。